堂本光一さんから羽生結弦さんに熱烈ラブコールをし、夢の対談が実現した NHKE テレのスイッチインタビュー。10月13日に放送されたエピソード2では、ファンの方々を思う羽生さんらしい表現に、番組をご覧になったファンの方々からは歓喜の声が寄せられています。前週のエピソード1では、羽生さんの普段のトレーニング風景をしっかり見つめ、改めてそのストイックさに驚愕した堂本さん。今回の放送前半はその対談の続きとなっており、堂本さんが聞き手となり、まずは羽生さんならではのしなやかさや浮遊感について言及。羽生さん自身も、重力的なものを感じないような滑り方が自分の動きの特徴としてあることを自覚しており、その理由として人一倍体が柔らかいことを挙げ、その可動域が広いからこそ回転の軸を意識しなければならず難しい反面、しなりのある美しい回転になるとのこと。また羽生さんの練習風景などから孤独や孤高を感じたという堂本さんですが、表現を磨いたり突き詰めていったりする中で羽生さんも孤独を感じるとのこと。それに対し、20代の頃の俺に似てる、でもそういう時期は絶対必要と堂本さんは嬉しそうに語っていました。特にプロとなってアイスショーなどの関係で今が一番開拓していっている時期ということもあってか、自身が背負うものがどんどん大きくなっていっている羽生さんに対し、堂本さんも同じような経験をしているからこそ、これから生まれる新たな世界に期待しているようでした。そして今後表現したいことを問われた羽生さんは、太陽と月じゃないですけど、自分の演技を見て観客の方々が自分っていう光を放ってて、それを見た時に月が綺麗だなって思ってもらえるように、でもそれって自分の光だよって思ってもらえるようにと語り、自分のためだけではなく見てくれている方々のことをどこまでも思い、誰かが喜んでる姿が見たいというのが多分僕の原点なんですよと表現。見てくれている方々への感謝とその方々への思いで自身が突き動かされ、成長できていることを素敵な言葉で表していました。後半は羽生さんが堂本さんの演劇の話を聞くのですが、羽生さんの質問に乗ってきた堂本さんは本来オフレコのような舞台裏事情を次々と話し出し、羽生さんから大丈夫ですか、ノリがだんだん堂本兄弟みたいになってきましたけどとツッコミを入れる楽しいシーンも。そんな今回も魅力満載の放送をご覧になった方々からは、今回も理解ある大先輩光一さんのおかげでとっても丁寧な羽生さんの話が聞けて嬉しい、30分番組とは思えないほどの密度で濃厚な時間だったなどといった称賛の声が寄せられており、特にファンと自身を太陽と月という表現で語ったことに多くの方々が感動。そんな2人の対談最終回となる次週の放送もどんな話が飛び出すのか期待されているようでした。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。今回も理解ある大先輩光一さんのおかげでとっても丁寧な羽生さんの話が聞けて嬉しい。今まで見た羽生さんのインタビューや対談の中でも特に興味深い言葉や飾らない感情が見えてとても面白かった。羽生くんがくしゃっとした笑顔で光一さんと共鳴できてる姿を見て幸せになってる。羽生くんって好奇心の塊だよね。光一くんの言うこと子供みたいにキラキラした目で聞いてたのが印象的。羽生くんの質問が面白かった。なか
かなか普段聞かない部分まで切り込んで、すごく考えながら答えてる光一さんが見れるのも珍しい気がする。羽生さん、近畿の曲で滑りませんか？というか来年のファンタジーオンアイスでどうでしょうか？ジャンプ軸の取り方、回転のかけ方を体の動きとともに具体的に聞けたのはとっても貴重でした。30分番組とは思えないほどの密度で濃厚な時間だった。2人がどんどん打ち解けていって、画面越しに嬉しくなっちゃった。後半気づいたら涙が出てた。心震える対話を見せてくれてありがとう羽生くん。ここまで羽生くんがいい聞き手になってるのは、多分光一くんと根っこの部分で共鳴する何かがあるからなんだろうな。あんな論理的で濃い話ずっとしてたのに、最後の最後に気合で終わる二人の対談が取り繕ってない自然体で本当に良かった。自分のためだけならとっくにやめてるという言葉が一番胸に刺さった。今回のインタでも、羽生さんの根っからの自分のためより誰かの喜びのためという人なんだということを感じた。羽生さんの僕は月であれればいいなというお言葉は、常々ご自身を媒体とおっしゃっている羽生さんらしいなと思いました。月になりたい、いえいえ羽生さん、羽生さんは羽生さんでいてください。太陽か月かって言われたら羽生さんは確かに月のイメージだけど、衛星かと言われると恒星でしょってなる。そっか、ファンである私たちは太陽なんだね。太陽が月に力を与えられるように、これからも羽生くんにたくさんのパワーを届けられているといいな。